しました。こちらアニメにも出てきた看板、そして温泉街、作品の中に入り込んだような街並みが広がっています。こちらはいろは館です。花咲くいろは関連のグッズですとかポスターずらっと並んでますよ。こちらは主題歌歌ってるナノライフの皆さんのサインもありますし、これはお花ちゃんのキャストの皆さんですとか声優陣のサインも並んでます。すっごい豪華ですね。こちらは湯涌温泉のゆずサイダー、いろんなラベルがある中でこちらお花ちゃんたちのラベルもあります。こんなにいっぱい種類あるんですね。第5回、第6回、第7回、ももり祭り、第8回、これが、見てください、ほら、令和4年10月開催、第10回いわくぼんぼり祭り、いやー、楽しみです。楽しみだな。望み札、キャストの皆さんが書かれてます。石川県出身の声優の戸真美子さんの望み札ですとか、こう順番にこうぼんぼり、順番に花咲くいろはの皆さん、メインキャストの皆さんの望み札、直筆ですよ。え、しかもこれってアフレコ台本ですよね。あ、すごい、全話ありますよ。これはたまらないですね。ずっとここにいたいぐらいちょっとテンションが上がってきちゃいました。すごい。これが野戸真美子さんが声優を務められたキャラクターですし、わあ、みんな等身大パネル嬉しいな。なこち、みんち、そしてお花ちゃん、かわいい、幸せです。もうこの看板会曰くの温泉街がスタートということで、アニメファンここでも写真撮影スポットですよね。ここに来るとちょっと前方上り坂があるんですが、あそこを登っていくと喫水槽に着くっていうアニメの中では位置関係になっています。あの上に喫水槽が立っていると。やっぱり私ミンチがすごい好きだったので、ホビロンっていうセリフがあるんですけど、それはよく真似をして言ってましたね。なんかナコチとミンチとお花ちゃんの3人の関係性がすごく微笑ましくて、ああいう仲間と一緒に働くっていうのは素敵だなと思いました。定期的に見てはいるんですけど、なんかぼんぼり祭りが近づくと改めて見返したいなって思いになりますね。あとアニメ本編もそうですけど、劇場版もすごくいいの で劇場版の方はこの湯涌温泉街はもちろんですけど、金沢市の街並みとかも出てくるので、すごくこう聖地巡礼にもおすすめかなと思います。階段があるんですが、ぼんぼり祭りの時、まあ、その第何回かにもよるんですけど、あそこの階段の中段のあたりでライブがあったりですとか、学生さんたちの歌があのあたりで聴けたりとか、このあたりに人が集まってるってイメージ私はありますね。アニメ主題歌を歌われているナノライフさんのライブもあったと思います。そこに足湯があるんですが、ここもやっぱりこうアニメにも出てくる風景の一つですね。アニメ花咲くいろはから生まれた湯涌ぼんぼり祭り、皆さんの書いた望み札のお焚き上げが行われるのがこちら玉泉湖です。本当に神聖な雰囲気の場所ですよね。
会えました。こちらではアニメでつなぐ北陸夢ぐりマップということで、名作の4作品こちらの聖地でスタンプが押せるということなので、花咲くいろはスタンプ押したいと思います。見てください、湯枠はお花ちゃんですよ。押します。あ、かわいい。ゲットしました。夏もよ、ちょうど湯枠の夢時間あたり。本当ですね。いただけるんですか。どうぞ、はい、ありがとうございます。はい、わあ、かわいいですよ。ほら、湯枠のサイダーも持ってますし、これはなかなか貴重なポストカードですね。今日はあの告知動画の撮影ということで、ずっと湯枠温泉街を歩いて玉泉湖も一周回ってきたんですけど、本当にマイナスイオンで癒されました。湯枠温泉といえば、あの今年3年ぶりに湯枠ぼんぼり祭り開催決定しましたよね。もう本当に嬉しくて、2年延期になっていたんですが、第10回の湯枠ぼんぼり祭りが今年の秋に開催ということで、すっごく嬉しいです。またアニメの世界観、あの花咲くいろはっていう作品から生まれた湯枠ぼんぼり祭りっていうお祭りがこうやってずっと続いてるっていうのも嬉しいですし、それが節目の第10回ということで、もう今からワクワクしています。もし行くことができたら感想もお伝えしようと思いますし、皆さんも行く予定の方ぜひぜひ教えてください。ということで、今日は大好きな湯枠温泉からお届けしました。